おはようございます。おはようございます。おはようございます。シャコタン命のドライブ宮城です。はい、ウィスウィス近くやらんとって、はい、はい、しかしなんか世の中やらないことになってますね。はい、ブラックマンデーですよ。ブラックマンデー、プレゼングラフが折れてないんですよ ね、 ねひどいね、あれね。ひどいですね。急降下爆撃、急降下爆撃機よりすごいよ、あれ。はい、もう垂直ですね。うん、まあ、このままね、為替がその今のレートぐらいで安定するんだったら、うん、まあ、うちの商品は値下げですね。そうですね。はい、うん、今利上げをバンバンやってるメーカーもありますけど、うん、うち的には利下げかな。うんうん、利下げじゃないな、うん、値下げやな。はい、はい、ってことで、はい、今週も張り切って働いていこうかと思うんですけれども、うん、お盆前なんでね、入庫より納車の方が多いんですよ。いや、悲しくなる日ですね。いや、めっちゃピエンよ、めっちゃピエン。急にめっちゃ減ってきたら、はい、寂しいやん、うん、ねえ。車が減ると、うん、すぐ愛媛県の人たちは、うん、ドライブ車少ないけどあれ大丈夫、うん、で知らない人に心配されるんです。はい。と、はいうことで皆さん心配していただいて、うん、バンバン入庫していただいたらと思います。と、はい、うことで今日はおお、かっこいいね。地高行きますか。地高行きましょうか。はい、いいね。これまたこんなおしゃれなねえ、うん、ホイールにボコボコはめられてでかいですね。どうすかこれ、かっこいいね。ね、相当かっこいいね。もうこれゴム入れすぎやなこれな。なんかベロベロしてますな。ゴム注入しすぎやなこれ、うん、ねえ、はい、これめっちゃこのタイヤって、うん、重たくて、はい、こうボコボコしてるから結構元から振ってるんですけど、うん、素晴らしいですね。我が社オリジナルのこの MFT フォージドのバランスの少なさ、うん、こんな感じですね、うん、100いってないな、えらい、うん、優秀、相当優秀、素晴らしい。これフロントなんか全然これめっちゃ少ないね。ね、めっちゃ少ないでしょ。隠しとるとかでもないですね、そこだけですね、はいはい、国産の鋳造ホイールやったらもの方だったらめちゃくちゃ張るよ。張りますね。200とかいくよね、うんうんうん、優秀だ、はい、しかもこの、うん、サテンブラッシュとかめちゃくちゃかっこいい。そうなんですよね。え、見てこれ、へこみすぎやろ。あ、これ今日の日経平均ぐらい押してますねこれ。押してますよこれ、はい、わかります。このそれ近づきすぎたらわかりにくいけど、何が伝えたかった？え、このブラシ、あ、ブラシの感じね、はいはいはい、近寄らなわからんでしょう。そりゃそうやな、うん、まあ、いつもだったらだいたいブラシ取ってクリア、はい、ね、グロスのクリアが多いですけど、うん、サテンクリアなんでまた違った質感で、新鮮で、なんかよりアルミ感が出てかっこいいですね、うんうん、今最後のやつを踏んでるのかな、はい、これね、回るとさらにかっこいいんですよ。回っております。早くしてみたりより逆転にさせてみたり、はい、もう一回回してみたり、はい、かっこいいですね。そうですね、はい、ということで、はい、ホイール交換からのオイル交換に入りましょうかね、うん、はい、はい、これ基本なんでよろしくお願いいたします。お願いします。ピエン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 が現れました。めっちゃ納車、まあ、ぼんまやからしょうがないんやけど、めっちゃ納車させていただいたら、もうなんかすっからかんのみたいな、はい、だんだんなになってきた。もう俺、カツアゲされて、今、ほとんどところで、チャリもポイントワンからカツアゲされなくて済むってやつやね。はい、ってことで、おお、かっこいいね。くっそかっこいいね、これ。こんな感じですね。SUV は車高高、うん、ボコボコ、おしゃれホイールですよ。うん、ねえ。うわ、すごいな、こりゃすごいな、はめたらさらにかっこいいね、うん、見てこれ、コンケーブルですね。 CCV、CCV くるっと、もうちょ、こっち、ちょちょ、こう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 、おお、かっこいい、ウィウィ、はい、ということで、はい、
こちらの X5 は、はい、オイル交換、ホイール交換、アライメント、ボディコーティングです。はい、もう一回言ってください。オイル交換、ホイール交換、アライメント、ボディコーティングです。はい、ということで皆様の、はい、ホイール交換、オイル交換、オイル交換、ホイール交換、はい、そしてホイール交換をお待ちしております。はい、はい、湘南って近いんですね。すぐそこですよ。ああ、隣の隣ぐらいですね。そうです、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、今日は、はい、まあ、静香ちゃんパリパリくんね、うん、と、まあ、うちのチタンのセンターでご来店というところで、はい、チェックしましたところ、はい、後期なのに、うん、データがスーパー前期ということで、はい、なので、まあ、宮城は遊びながらもパソコン君は仕事をしているということで、はいはい、今はね、システム、ん、何、それが今の現状ですね。そうです、 今、はい、今はシステムのねアップデートをしているというところで、うん、はい、あとですね、バックカメラがついてて、まあ、インターフェースがついてるんで、このこちらの車、うん、まあ、全部バラして今配線をね取ってもらえますか。うん、うん、うん、って言ってる、取ってもらえます、ちょっと我慢ですか。はい、いいですよ。こういうバラバラちゃんです。はい、キャンの信号とか撮ってたんで、はい、まあ、そこらがね入ってると書き込み失敗しちゃうので、うん、全部バラして、うん、今、書き込んでいるというところで、はい、こちらが完了したら、うん、静香ちゃんパリパリ君の作業をしながら、まあ、センターに、センター交換を同時作業でしていくという本日の流れとなっております。はい、ということで、これまた綺麗な車でございますね。はい、久々に見たな、ユーロクロス。そしてすごくコンディションがいい、うん、懐かしいホイールです。はい、はい、いいですね。お、綺麗な、どうですか、ルーフも綺麗ね、うん、素晴らしい、いいコンディションです。いい保存状態ですね。はいはい、はい、ということで、はい、そんなに遠くないんで、うん、湘南の方もっと来てください。はい、お願いします。うわ、うわ、何なんですかそれ。水平一方通行エンジンになってますね。あ、なるほど、そういうことですね。てことで、え、はい、着きましたね。着きました。チタンの筒がね、はい、チタンの筒と今回組み合わせはパワークラね。はい、はい、てことで、どんな音になるのでしょうか。あ、下げますよ。危ないです。止めた今。え、止めたの。止めてない。うん、止めなくていいよ。止めなくていい。止める必要がないの。なんでピッピッピ押しようかな。え、何をピッピッピッ押してるの。何もしてないですよ。画面を、なんか画面何もしてないですよ。あ、そう。どげな音がするんですかね。チタンのツーストパワクラさん、いい音するね。やばい、割とパワクラとの相性いいんじゃないこれ。うん、ねえ、高いね音がね。カンコンカンコン言うてます。ということで、うん、バチコンバチコン、ご近所様とも仲良くなれて、はい、バルブを開ければ、うん、こんな、え、これ急にの音ですかみたいな音して、はい、ね、S55 エンジンは横向いて、うん、うん、言うて映してくれんかったら全く意味ないんですけど。後ろにね、あるかどうかわからんのですよ。これですか。はい、はい、ということで、じゃんじゃんお問い合わせください。はい、めっちゃかっこいいんですけど、どういうことですかこれ。完成ですか。はい、完成ですか。完成です。はい、どういうことですかこれ。どういうことか説明してもらって。めっちゃかっこよくないですか。いいでしょう。どういうことか。車高を上げて、はい、おしゃれなコンケーブホイールにボコボコタイヤ入れて、うん、ガラスコーティングしただけなのに、
かっこよくなっちゃう。すごくかっこいいね、うん、いいですね、さらっとしとって、うんうん、いいですね。いいしか言わないやつですね。シャコタカいいよね。だから見て、あの根茎部具合を、うん、リアがいい感じです。だってそもそもよ、はい、SUV の車高を上げてるのにセンターロックやで。おかしいですね。そしてボコボコタイヤやで。うん、おかしいですね。このミスカッチマッチ感たまらんよね。はい、ってなるよね。これこいつクルットンかいなって感じやね。え、クルットンじゃないんですか。うん、クルっとるよね。このまずコンケーブドアがまずクルってますよね、はい、うん、でセンターロックがまたもう一つクルってますよね、はい、で合わせるタイヤがボコボコっていうのがさらにクルってますよね、うん、おかしいですね。そして、うん、なぜか車高の高い SUV に履かせるっていうのがクルってますよね、うん、はい、どうしたことでしょうか。クル、ね、ってます、うん、しかしまあこれ今回ジニオンのモースっていうのをかけたんですけど、うん、はい、宮城が映ってます。お、見えますか。映ってます。うん、映ってます。ピカピカですね。ピカピカですね。かっこいいな、いいな、うん、ボコボコはいいですね。マッチングもバッチリですね、うん、てことで、はい、 SUV もお任せください。はい、ということで、うん、今日は急に M3 です。違います。なんで今日もですか。はい、はい、ということでこちらのミネラルな92M3、うん、がっつりいきますよ。がっつり、はい、いいですね。ノーマルの、うん、ドノーマルをしばき倒しますね、はい、あ、ちょうどいいわ。おい、もうすでにうちのアクセルカラーは装着済みです。ちょっと見えにくいですね、はい、はい、ノーマルですけれども、うん、カーボンノンスリーも装着済みです。はい、ってことで待望のドラゴ3です。お、久しぶりに3です。3です。はい、3です。一番偉いやつです、うん、ね、いいね、いいね。太っちょさんですね。太っちょですね、うん、そしてついでに新製品もいきます。はい、してますな。いいな、いいな。実はこれ、宮城の新しい車につけようと思って買ってました、うん、仕入れてました、はい、だがしかし、はい、この菜箸のとこですね。見えるかな、これこれ菜箸ですな。あ、プラプラチーン、はい、チーンって、はい、すぐ曲がるやつです、うん、曲がりそうな。本当もう遠石乗っけたらもうすぐ曲がりますね、はい、こうつくわけです、はい、そして調整ができます。うん、それはいいことですね。いいですね、はい、僕のは変わってますけど、はい、僕のは調整できないです。負けてますね。はい、はい、負けてます、はい、負けてます、はい、まあ、お客様優先に決まっとるやん。はい、そうですね、うん、いうのあるやん。うん、ね、おい、まあ、ここ変えます、うん、でここもね、どこ変えるんですか。ここも変えますよ。こちらも変えるんです。こちらも変えますね。こちらは定番ですね。定番、まだ外れてないですけど、はい、CRB もいきます、はい、であとタイロットカラーもいきます、はい、盛りだくさんです。で、外したらまあアッパーマウントはねボロボロではなかったけどリアルね、うん、まあ、ちょっと変えとこうかなと。そうですね、せっかくなんで、せっかくなんで、はい、そちらも変えていきまーす、はい、でパッドも、うん、ドラミューの M1 に変えつつついでにホースもメッシュにしとけとのことなので、それは入荷待ちです、はい、そんなもんかな、とりあえずは、うん、はい、そんな感じですね、はい、楽しみですね、はい、完成がね、うん、いい感じになると思います。いや、もうこれで多分もう50秒切ってくることでしょう、はい、おっとプレッシャーですね、はい、プレッシャーですよ、はい、いや、いけると思いますよ、はい、うん、この草厚い中、うん、初めてノーマルで走って、うん、まあまあなタイムで帰ってきてるんで、はい、期待ですね、はい、はい、期待大です。僕はこれが一番期待大です。はい、早くつけて乗りたいです。はい、ってことで、はい、
き続きご視聴よろしくお願いします。はい、お盆です。世間ではお盆です。夏休みです。はい、ドライブはお盆って何って感じです。何それ、はい、お盆、皆さん世間にお盆の間はドライブは普通にやってますので。普通にやってます、はいはい、皆さんが普通に指導しだしてからあの休みますので、はいはい、お暇な人はね、ぜひね、はい、ぜひぜひホイール交換、オイル交換、オイル交換、ホイール交換、はい、よろしくお願いします。ということで今日は急に M3 ですね。違います。何度も言いますが今日も M3 今日もですか、はい、でも今日はミネラル、ミネラルですよ。ミネラル兄弟です。はい、ミネラル鉄分多めですね。はい、はい、ということで、はい、まあ、こちらは昨日の引き続きね、うん、まあドラゴ3やらなんやらなんやらなんやらいっぱいあります、うん、あれとかこれとかあれとかそれとか、そうです、そうです。はい、でこちらは、うん、ローター交換ですね。はい、はい、こういう取り外されたローター、うん、で今組んでるのが新品ですね。はい、まあ、1台分全部やっておくと、うん、まあ、これ予防策ですね。はい、はい、皆さん賢いですね。どうしたの？やっぱこの M2 がねローターかち割れて僕リタイアしましたね。はい、よく見てくれてるんですよ。うん、あんなになりたくないんで。そうですね。そうですね。いいお手本になったから。見てもそうですね。はい。まあ事前の、まあちょっと若干ね、歪みとかね、うん、ちょっとしたクラックがあったんで、はい、まあまあ変えとこうかということで。そうですね。はい。で、これ常にこれをトランクに積んどってもらえれば、うん、もし割れても、うん、その場で交換ができるんで。はい。はい、僕が借りるかもしれませんけど、貸してくださいっつって。はい。はい。ということで、はい。バッチリね組んでいきますんで、これで5カ国のタイムが50秒上がりますね。はい、それぐらいブレーキは大事ですから。はい、ということで暑いですがきっちり仕上げていきましょうかね。はい、今日もちゃんと働いてますね。上から言ってみました。そうですか。そう、今日もじゃ、今日もじゃですか。今日の金本ディスります。ディスりまくりです。はい、おっと、今日はサングラス事業部ですか。暑い日はサングラス事業部ですね。寒かったの？うん、いや、寒くてもいります、サングラス。お車サングラスですね。はい、こちらの湘南ナンバーさん。はい、どうですか今日の張りやすさ度数は。指数ですね。はい、今張り出したところわからんかあんまり言ってると金本怒られるやつですね。はい、ここ結構慎重ですね。はい、ちょうどいいやんか。うん、こちら岡山号。はい、うんうん、喋れる。何でも独り占めしやがって欲張りなもんでこっちこっちはドラゴ3組んで、はい、うん、ちょうど今 CRB やってますね。これ、これ今これ純正ブッシュ抜いたところ、はい、でこれ今からこれをぶち込むと、ぶち込むと今片っぽコキコキやってますね。はい、プレス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 です。はい、ってことで、うん、っていうことでどうでしょう。ちょっと後にしてくれる。さっきここだけ貼るわ、ね、これ途中でやめるといけないんでまた後にやって、うん、ちょっと今そこを喋りたいところやけど、はい、ちょっと待ってください。うん、また後にやってきますね。はい、はい、呼びます。じゃあお願いします。はい、できましたか。うん、できました。見ての通り、うん、塩梅になっておりますな。はい、はい、綺麗くなったね。だいぶ飛び石とか多かったから、うん、ある程度は消えたかな、これで。はい、終わり。よし、だこういう感じになりますね。うん、はい、そして、はい、やっております。まあその人がどこかというと、はい、ここですな。ここ、ここ、
ここや。ここ、ブレーキでガーンこう止める、ビューン下がる、この人が支える、縁の下の力持ちですな、支える、はい、そう、これが純正やったら、金持ちの両手みたいなもんですよ、ってなるでしょ、そうですね、はい、はい、そピロブッシュに変えると、スミリカルに変えると、それをピッと止めれるんで、待て、はい、あの、鬼滅の、鬼滅のあれですよ。何ですか鬼滅の、鬼滅の柱の一番強い、いつも、じゃらじゃらつけとるおじさんぐらいの力持ちになります。よくわからんね、見たことないんで、気がついたら、ドラビューもついてますね、はい、どうでっか、めちゃくちゃついてますよ、これドラスリ、ドラスリ、ドラスリ、はい、SPL、はい、で今回ね、こっちの、はい、そう、アクシデントが起きたんですよ。ちょっと待ってくださいよ、アクシデントが、悲しい。ここをね、新製品の調整式に変える予定だったんですけどね、このトラッキングアームね、これ、はい、これをね、はい、見えてますかね、はい、まあ、新しいものを始めるときは大体ね、メーカーの寸法間違い、はい、ありますね、試練ですね、はい、はい、多いです、はい、まあでもしょうがないですね、それはね、大変やね、ドライブさんも。でも大変ですよ、10セットも仕入れたら全部10セット全部ダメっていう、はい、ただの鉄分となりますそうやな、大損失やな、はいとはいえ、まあ、そうやってですね、メーカーとやり取りしながら、まあ、製品とは良くなっていくので、よりいいものができて、はい、そうですね、そこは修正してからちょっと取り付けしましょう、はい、っていうところで、まあ、あと CRB と、あとあれですな、空タイロットの空何ですか、何ですか、パイロットの空、この人です。あ、この人ですね、この人です、この人です、あの人といえばこの人みたいな、この人は、はい、ここですな、ここ、はい、ここ結構純正とか外品とかもここごっついでしょ、はい、に対してここしょぼいんですよ、はい、だからこうビュンってしなりながらこう右に左、右に左って感じなんで、ちょっとそのビュンが遅れちゃうんですよね、反応は。まあそれを補正してあげるパーツです、はい、これ安いので、人気だしおすすめですね。そうですね、これは E 系と F 系、はい、はい、どれでもいけます。共通ですね、共通です、はい、ってことですね、はい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 、いいですね、はい、ドラスリかっこいいね、いいですね、スリックみたいね、はいみかんのあれもついてますね、はい、みかんネットもちゃんと、はい、はい、ってことで、はい、はい、僕はもう肩を張るんで、はい、働いてよろしいですか、働いてくださいね、はい、働きます、はい、お願いします。出遅れましたね、出遅れだこれ、サボれたよ、トイレでサボってました、終わってもうたどうぞ、終わってもうたかな、すいません、トイレに引きこもってました、何をパソコンを見る仕事ですよ、はい、お決まりのやつですね、ついでなんでね、はい、車も早くしたいいうことで、DMA チューニングをぶち込みました、はい、もうこれで、残念ながら、はい、こちらの Q2M3 は、一生 VTEC になっちゃいました、ああですね、なので常に、はい、常に8500回転回さないと逮捕されます、はい、ってことでですよ、はい、ビフォーじゃない、アフター撮ってなかったよ、あ、そうです ね、 ね、サングラス完成です、はい、キリッとしてなんかまた新しい車になりましたね、なんかね、いいと思います、いいと思います、はい、ってことで、コチョアラーもとりあえずはインストールが今終わったところですね、はい、あとはこれから車高を合わせてこれからセッティングに入っていくっていう感じで、今やってます、もうちょいですね、はい、これでまた楽しい Q2 がまた1台増えますね、はい、はい、ということで最近Q2少ないんで、
もっと来てください。よろしくお願いいたします。 QE もあれですけどね、 F 型が最近少ないですね。そうですね、 G も少ないね、うん、E も少ないね、うん、もっと来てください、はい、お願いします。おはようございます。おはようございます。今日も私はまた出遅れましたか。そうですね、はい、今日はこちら X7 ですね、はい、大きなお車です。この大きさになると野間さんも脚立に乗ってオイル交換するんですね。はい、車庫端なんで足がなかなかね、エンジンルームまでが遠いですよね。遠いですね、だいぶ、はい、奥深いんで、なんかこの隙間にちょっと子供一人ぐらい隠せそうですね。そうですね、神隠しで、はい、まあ、X7 とかもね、全然あのオイル交換とか時々あのご依頼ただいただいております。まあ、エレメント類とかも結構意外とあるんですよね。そうですね、在庫置いてますのでまあ、ちょっと一応事前に、お問い合わせいただけたら確実かと思います。はい、はい、ではちょっとオイル交換、今日もまたまた暑いですけど頑張っていきましょう。はい、お願いします。お願いします。何されてるんですか。何されてるんですか。はい、どうぞ。トラックを改良してるんですよ。はい、てっきり私は壊してるのかと思いましたまあ切ることの方が多いな、このトラックな。そうですね、それはもうなんでかっていうと、ええ、うちのお客さんの車って基本車庫端じゃないですか。はい、で車庫端が、うん、もう1ミリでかわすようにいろいろ改造してるんですよ。はい、でまあ、やっとこのトラックもだいぶ慣れてきて、はい、この車はここ、この車はここ、うん、ここっていうのはもうだいたい分かってきたんでね、データが取れてきたんで、はい、まあ、その位置に、うん、こう瞬時にセットできるようにセッティングをしてるんです。ああ、はい、ワード目のセッティングですか。はい、よくお客さんは積み込む時のギリギリを見て、はい、まるで計算されてるかのようですねって言うから、はい、違いますよ、計算してます。そうです、はい、そうなんです全部、はい、こことこことここっていうところね、うんうん、そこにちゃんと敷くっていうのがね、全部計算されてます。はい、はい、なんならこう乗り入れする時のフロントの、はい、フロントとリアの空気圧のバランスすらも計算されてます。計算されてるんです、ね、はい、ってことで、はい、トラックの話はいいんですよ。トラック屋じゃないんで、はいはい、本題へ。本題ですか、はい、本題、まあ車高のセッティングバッチリ決まってパッと走ってみたんですけど、はい、うん、やっぱドラさん偉いね。ドラさん偉い。ドラさん、ドラさんどう偉かったですか。うん、ドラゴ3偉いですね。あ、はい、S でもね偉いな思ってたんですけど、うん、参りましたって感じでしたね。あ、はい、なるほど、やっぱりね、はい、ってことで、うん、結構楽しいよこの車。楽しい、うん、だから今ね、うん、足回りはこれでもうほぼ完璧なわけですよ。はい、ですが、うん、まだ純正タイヤ、純正ホイールです。そうですね、新しいパターンです、うん、逆に楽しい、逆に楽しい、うんうん、まあ、この後ね、多分ホイールとかも変えていくんだろうけれども、はい、まずはというところで、はい、まあ、その辺がね、まあ、暫定の数値がバチッと決まったんで、うん、まあ、今最終セットアップで、まあ、物資の調整もね、全部終わってるので、ジオメトリのセットアップということでアライメント調整しているというところでございます。はい、ということで H さん、もうちょっとですからね。はい、もうちょっとですからね。もうちょっとですね、はい、はい、楽しみですね。もうちょっとでハッピーにまたなれるんですね、うん、ハッピーな、はい、急にがまた増えます。はい、はい、ということで、ってことで今日は急にでした。今日も、はい、はい、よろしくお願いします。はい、暇なんで仕事ください。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日はひどく暑いですね。暑いですね。今日もひどく暑いですね。今日も暑いです。はい、今日はこちら神戸から、はい、いつも遠くからありがとうございます。ありがとうございます。はい、車検のご予約でご入庫されております。はい、はい、今は、ブレーキオイル交換ですね。はい、で、まあ、今回特別
どうですか、何か異常箇所は見つかりましたか。特別はなさそうなんで、油脂類交換して、はい、はい、あとはまあいろんなとこね、不具合がないか見ていっております。はい、はい、なんかあれですね、これみかん仕様がついてるやつじゃないですか。そうですよ、みかん仕様がついてる、はい、もう車検適合 OK ですね。はい、バッチリ通ります。はい、大丈夫ですね。はい、はい、じゃあちょっと隅から隅まで見ていきましょう。はい、とにかく暑いんで、気をつけてやっていきましょう。はい、はい、お願いします。今日は何してるんですか。そうですか。はい、使いたい。メンタマンもくり抜かれてますね。どっちメンタマンもくり抜かれてなるほど。解体一丁ありました。はい、この間は過去に仕掛けに行ったんですけど、うん、どうでしょう。水温が、はい、水温が120まで上がったって帰ってきて、うん、120っつって、うんうん、まあフロントね、はい、左右に ラジエーターがあるんですけど、うん、それぞれにファンがついてるんですよ。で左は回ってるけど右は回ってないんですね。と、うんうん、いうことでこの人を変えるんですよ。どの人ですか。扇風機です。はい、ポルシェ博士ともなると高級そうですね。なんで10万円ぐらいするのかな。そんなにするんですか、はい、扇風機。シェルポ価格です。はい高いね。高いですね。はい、そして、はい、それを交換するだけなんですけれども、うん、なんかわけのわからんドイツ人のよくわからんブラケットで手が入らなく、うん、手と工具が入らないから、うんうん、バンパーを下ろしてます。はい、漏れなくメンタマンも下りてます。そう、ここについてるからね、これ見えてるんですよ。これこれ、ここですか。これだけ書いたらいいんですけど、ここですね。はい、前からこうね、うん、止まってて、工具を、手と工具が入らないから仕方ないので、はい、ライトを下ろしてバンパーを下ろしてます、うん、はい、大変です。でそしてその前ではノンスリーロックも準備中でした。ですよね。これをやってようとやってたんですけど、うんうん、部品が入ってきたんで、うんうん、いや、ポルシェのデフなんか入ってきてたしなと思って。ポルシェのノースリー組むの大変や、ミッション下ろさなかんなちょっとなんでこれあるんかなと今ちょっと思いました、うんうんうん、はい、これはまた別の車ですね。これは急にですな。はいはいはい、ってことで、はい、まあこれでサクサクと直して、はいはい、復活しますんで、うん、今日も暑いですけど頑張りましょう。はい、はい、ってことで、はい、今週っていうかあれですね、 急にが多かったですね。急には、まあ、全体的に多いですが特に多かったです、はい、特に多かったですね、はい、でも G かっこいい。ナオコはかっこいいんですよ。結構お気に入り、はい、ってことで、うん、G もね F もねたくさん来てほしいです。来てください。はい、と、はい、いうことで、うん、8月の19だったっけ、月曜日ね、19から22日までは、うん、はい、はい、ドライブさんは4日間ですね、はい、骨休めをしておりますので、はい、お間違いなきようお願い申し上げます。はい、ということで、相変わらず今日もこいつらアホやなとか面白かったなと思った方はぜひぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは休み明けにまたお会いしましょう。バイバイ。